コードレスで使えるミキサーを購入したら便利。アンマン力尽きる。今日のアマチャンでございます。アマチャンで力尽きてます。だるいわーって感じ。洗おうと思ってね、アマンちゃんが大好きなね、潜って寝るやつをね、洗濯機の前に持ってきたらね、洗濯機の前で寝てる。そんなに大好きなのかな？力尽きてる。はみ出て力尽きてる。大丈夫ですか？洗おうと思うんですけど、いいですか？洗っちゃっても。あまちゃんも洗われちゃいますよ。大丈夫ですか？それでは本編スタートです。どうもプニでございます。お元気ですか皆さん。今日はですね、こちらをちょっと紹介したいなと思って、忍者のコードレスミキサーっていう、ブラストっていう メーカーっていうか商品なのかな、忍者がメーカーかな。ちょっとよくわからないんですけど、こないだヨドバシカメラにね、ちょっといろいろ見に行った時に、ちょっといいなと思って買ってきちゃいました。こちらね、コードレスで使えるミキサーでございます。最近ですね、結構このスムージー、なんか健康のことを考えて作ったりしてるんですけど、ミキサーがね、今のミキサーがでかいんですよ。で、結構出したりしまったりが大変なんで、今回ね、これを購入してみたんですが、水筒みたいになっていて、まあ、そのままね、飲めるんですよね。これは外すんだね。で、これがすごくね、良さそうなんですよね。概要欄に、一応、Amazon のリンクと、ヨドバシカメラのリンク貼っとくんで、詳しく書いてあるのは Amazon のリンクの方かな。これなんか赤いのがね、珍しいよね。で、値段が安いのは多分ヨドバシだと思うので、ヨドバシで購入してみてはいかがでしょうか。こないだね、ケーズ電機も行ったら、ヨドバシと同じ値段ぐらいだったんで、今ね、ちょっとセールしてるみたいなんですよね。緑色になるまで充電してくれって書いてありますね。まあ、こんな感じで、比較的軽くて、で、まあ、コードレスで使えるっていうところが、非常にいい商品でございます。回らないの。どうやったら回るんだろう。なんか安全装置があるのかな、やっぱり。一応ね、ここにね、エラー表示とか、そういうものが、何なのかがね、書いてあります。で、非常におしゃれで、いいんですよね。で、色も、5色だったかな。なんかね、ちょっと、色がね、いろいろあるんですよ。6色か。6色だったかな。で、そのうちの紫を買ってきました。で、これはこうやって、こうしまっとくこともできるし、これはどこにつけんだろう。あ、ここか。ここにつけて、使うこともできるのかな。これは、下を切り離して持って歩くときに使うやつかな。で、やっぱりね、セブンイレブンにも今スムージー結構売ってるんですけど、その場で作るっていうか、
なんかこう機械にセットして自分でセットして作るやつ、あれ結構美味しいよね。だからね、自分で作ってみたいなと思って。なるほど。へえ。まずこれが正解ですよね。これはまあ誰でもわかりますね。で、電源を入れて、で、スタートボタンが、こう、レディになったら、紫の。長押しして、あれ、動かないね。で、これで、違うか、長押しじゃないの。ああ、動いた。これね、結構、今、うるさかったかもしんないけど、結構静かだよ。うちにあるミキサーなんかより全然静か。で、これで、飲むって感じかな。使い方合ってるかな。これも取っちゃう。で、なんて言うんだろう。透明な部分はプラスチックですね、これね。で、これはどうやってつけるの、結局。下開けたら漏れるよね。こういうのあまり使ったことないからわかんないんだけど。これでひっくり返して取るってことかな。え、したら上から漏れてこないのかな、あの飲み口のところの。シール曲がってるね。タイプ C のケーブルで充電ができます。というわけで、これ買ってみたんですけど、意外と静かなんですよね。これで今充電してるっていうことですね。で、これが点灯すれば、充電完了ということになるのかな。あ、そっか。ちょっと待ってよ。そうだよね。こうやって下につけて使うんだよね。ってことは、やっぱりひっくり返すのか。こうやってひっくり返して、で、よいしょ。刃の部分を、取る。で、こっちは、一応このパッキンがあるから、漏れないでしょっていう話なのかな。で、氷なんかもね、砕けるみたいで、一応6枚も刃がついていてね。攪拌もすごく綺麗にできるみたいです。フルーツを凍らしといて、こうスムージーを作るのがいいんじゃないかな。これから夏ね、ジュースを飲むのもありなんですけど、こういう果物や野菜をね、ジュースにして飲むっていうのもありかなって思っております。夏野菜のジュースとかも美味しいからね。トマトなんかも。なので、こういうものをね、買ってみたよという、そういうね、お話でございました。興味のある人は、概要欄のリンクをね、見てみてください。結構、料理とかにも使えるかもしれないですね。それでは、またね。これコードレスだからさ、持ち運んでスムージー作れるよな。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、スムージー、ドリンク、よろしくお願いいたします。
それでしょ。まあこういうたまにはこういう紹介もいいよね。またね。